こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語るときには10分くらいかかってしまって20分くらい喋ることも最近はよくあります。という、まあ、そんな気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。えーまあ、面白かったなと思ってもらえたら高評価ボタンとか、えー、チャンネル登録などもぜひよろしくお願いします。はい、えー、前回 ユリシーズを書いたジェームス・ジョイスというような話でやってみましたが、今回はユリシーズ本丸をちょっと話してみたいと思いますが、ユリシーズを全部話すとですね、えー、きっと100本ぐらい動画がないと無理なので、今回はですね、えー、第1部、第3章のプロテウスというところをですね取り出して、ここの読み方を考えることで、ユリシーズの意識の流れはどんなものなのか。 あるいはあ、このユリシーズはなぜ読みにくいのかというようなことを考えていきたいと思います。だ、はいたい、えー、最初のテーレマコス、ネストールなどを読んだところまではですね まあ普通に読めるんですよ。えー、ある程度ですね。まあ、ちょっと読みにくいことは読みにくいんですけど。で、まあ、これがですね、目次で第1部はあスティーブン・ディーダラスが登場する。まあ、主人公ブルームはこの第2部の4カリプソーから登場するんですね,ねと。で、この第1部のテーレマコス。これは、あのね、ユリシーザーをデュッセイヤのラテン語読み、英語。 英語,英語読みもユリシーズなんですかね、そこはちょっと知らないんですけど、そういうことでオデュスセイアに対比して進んでいくんですね。オデュスセイアもオデュスセウスの息子のテーレマコスが父を探す旅を始めるところを、あてない女神がご加護を与えるよみたいなとこから始まって。 そして、ネストールさんにお父さんのオ寿ュですスどこいるんですかって聞いたら、わしは知らんけど、プロテウスが知ってるはずだよっていう話になって、プロテウスという神様に会いに行くんですね。で、でネストールから、ただしあいつは千変万下する化ける術を持ってるから、何に化けても絶対に足を離してはいけないって注意されているんです。で、プロテウスが教えてくれないんだったらって、テイレマコスが足を持ったらですね、ちょっと何に化けたかは忘れましたが、例えば龍、 トラ、キリン、キリンはギリシャにいないですね。キリンってのは中国のキ,キリンですね。そして炎とかね。本、ま、当、あ、あ,ありとあらゆる怖いものに化けていくんですね。しかし頑張ってテレマコスは足を離さなかった。そしたらこん負けしたあじいちゃんの神様のプロテウスがね、えわしの負けじゃーって言って、えー、カリプス層にいるよ、キルケーという女神に、ね、囚われとるんじゃーっていうことでえ教えてもらったで、ねで。この千ペン番下するプロテウスは ゲーテがファウスト第二部の古典的ワルプルギスの夜の中にも登場させて、なんかね、床に化けさせて、これに乗っていくんじゃって言って、確かホモンクロスを乗せるんでしたかね。で、会場でホモンクロスは爆発して死ぬというね、えー、だったかな。そこで登場したんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それは余談です。はい。そしてこのプロテウスをね、えー、どんな風に であそうそう、それであの私があ影響を受けたというか、コロナ読んでる時にですね、これ難しいんで、YouTube 探したら、演劇の結城さんという方がプロテウスをやっていて、というかこの、この一個一個全部20分ずつぐらい喋り続けていくんですよ。あの演劇がコロナでできないから、これやったってご本人おっしゃってましたけどね、なかなか見事な、あの素晴らしいチャンネルです。 でえーでまあ、私も感じましたけど、多くの人はプロテウスで読めなくなってしまうと。テレマコス・ネストールは、まあ、スティーブン・ディーダラスが塔に友達と住んでるっていう朝の様子を書いて、ネストールはスティーブン・ディーダラスが学校で生徒に授業を教えて、えー、校長先生みたいなデイジー先生に、えー、給料をもらう、現金でもらう、銀行振り込みはまだないってね。<laughs> そして、えー、プロテウスはディーダラスが学校が終わって、海岸をね、 朝の11時ぐらいにブラブラしながらいろんなことを考えるっていうそ、それがプロテウスっていう章なんですね。はい。で、ここは、ここはですね、わけがわからないっていうことで読めなくなるんですけど、さあ、じゃあ、このプロテウスはどうやって、えー、読んでいけばいいのかっていうことで、えー、プロテウスの中身をね、えー、ちょっと真剣に話してみたいと思います。というか、まあ、我流なのでね、正しいジョイスの読み方とは違うかもしれません。はい。えー、最初に言ってきます。でですね、えー、 結論から言うと、これはですね、3分子、たす3分子を歌っている詩人が突然、頭の中でいろんなことを思い出す、あ手紙出すんだった、あ、そういえば今日死体を引き上げるな、この海岸でとかねえ、そんなことを突然思い出す、さう神々しい3分子を歌っているさなかに、あ手紙出すんだとかね、思っている、プラスジョイスの字の文が入る。 だから、読みにくいこれがまあ結論ですだから、えー、ランボーの地獄の季節やイルミナション、あるいはランボーと並び称されるフランス近代の三文子の巨匠であるロート・レアモンの、えー、マルド・ロールの歌。ねえー、これは三文子で20ページか40ページぐらいあるんですけど、えー、マルド,ド・ロールの歌の三文子が読めれば、このプロテウスってこの今見てもらっている本で20ページあるんですけど、 三分子な、三分子、三分子20ページ読んだらわけわかんないっていうね、そういう感じでわかりにくいってことですね。で、例えば出だしはですね、目に見える物質の避けがたい形態。少なくともそれだけは僕の目を通して考えたもの。ここで僕に読み分けるあらゆるものの様々な記号。魚の卵と海藻、寄せてくる塩、あの古物、青っぱなの緑色。 青みがかった銀色みたいな、何を言ってるんだろうって、さっぱりわけはわからない。先にこんなことを言うからわかんないんですね。これは要するに、海岸線を歩いていて、足元にいろんな透明な動物やら何やらがいるんだなっていう、それを書いてるだけで、海岸にいるぞっていう序文みたいなもんですね。はい。で、スティーブンは目を閉じて、自分の靴が海藻や貝殻を踏みつぶしているのを見たと、そんなことを言うわけです。はい。 えでここにねこうこう自分の、これはスティーブンの意識を書いているわけです。物体における透明の限界。なぜ物体におけるなのか。透明にしろ、不透明にしろ。5本の指が通ればそれはもんだ。通らなきゃドアだ。目を閉じてみろって、スティーブンの意識の中で言っていることです。ところが突然ですね、スティーブンは目を閉じて自分の靴があこう、え、うん、作者の字の文が入ってくるんですね。神のの視点の、うん 第三者的視点ですねで、まあ、普通の小説だとね、こういう文章には二重括弧があって、内面の語りっていうのがあるんだけど、ジョイスはそういう、まあ、ジョイスの翻訳においては、そういうことを翻訳者がしないわけですね。えー、だから分かりにくい、まあ、ジョイスもこんなふうに書いてるから、えー、原文に忠実にやってるっていうことなんでしょうけどね。でまあ僕が三文だとと思ってるところには マーカーを引いてるんですけど、例えばですね、あれから何もかも消え失せちまったんじゃないかな、目を上げても永遠に暗い、不透明の中にいるとしたらたくさんだ、見えるかどうか見てみようじゃないか、さあ見ろ、お前がいなくても、ずっと存在していたのさ、常に書くからむ、いよいよに至るまで、みたいな、こういうものがですね、いろいろ出てくるんですよ。す、え、べ、ー、ての方はつなぎ合わされて、過去へ遡ってゆくとかね、永遠の法則が神とともにある。 とかですね。そんなふうなことがあいろいろと言われていくわけです。そして、えー、この二つ目のところはですね、例えば、こんなのがあります。風が彼の周りで踊り跳ねた。刺すような鋭い風が、押し寄せてくるぞ、波が、白い縦紙の海馬が、歯を鳴らして光る風の手綱に引き絞られて、マナナーンの春馬どもが。 ねこれも完全に三分子ですよ、ね、でアイルランド神話の怪人ってなるんですけどこうヨ,、まあ、ヨーロッパのアイルランドとかラテンギリシャ系中世キリスト教系のおそれを知らないと分からないものがたくさん出てくる、まあ、こうやって解釈書いてくれると分かるんだけどねただまあアイルランド人がマナナーンって聞くときの感触ってね、まあ、例えば日本人がアマテラス大神、オオミカミて聞くときの感触みたいな、まあ、こうその民族じゃなければ分からない感触っていうのはまあ翻訳不可能なんですね。 でマナナーンってなってもああ、そうか、神話の神様かぐらいしかわかんないんですけどね。で、えー、この意識の流れの特徴は、最初に言ったように、例えば3分子ですね、光る風の手綱に引き絞られて、マナナーンの春魔どもがって言った途端にですね例の新聞社への投稿を忘れちゃいけない、その後はチップ12時半。 でね、こうやってこう雑事を思い出すんです。えー、学校のデイジー先生という校長先生か,なから新聞社に手紙を届けてくれて頼まれてるんですね。忘れちゃいけないって、ここで神々詩い三文詩行った後に突然言うんですで。その後は友達と12時半に飯食うってう、ね、そんなことを、ねえー、思い出すんですね、はいで。彼の足取りが遅くなった。でこれはまあジョイスのジノブンですね。作者のジノブン。おいこれからセアラおばさんのところへ行くのか。ジノブンは 彼の足取りが遅くななっただけなんですここはあのジョイスの小説の特徴が全て出てる文章だと勝手に思ってるんですけど風,の風が彼の周りで踊り離れた春馬どもがあって三文詩。 で、三文詩、神々しく言ってるのに、例の新聞者の投稿を忘れちゃいけない、あ思い出したことが意識によぎった、その後は、シップ12時半で昼飯食うんだぜ、みたいな感じがあって、そして作者のジノブ、彼の足取りが遅くなった、と思ったとたんに、おい、これからセアロおばさんのところへ行くのかって、またこれはスティーブン・ディーダラスが自分の頭の中で、おい、おい、おれこれからおばさんのところ行くか、みたいに言ってるんですね。もう鍵括弧も何もなく、すべてがぶわーっと書かれてるんで、えー、詩と、 思い出した意識と作者の字の文と再び、えー、思い出したこと、こういうものがね、ぼーっと網羅というか羅列されているので、えー、とても分かりにくい小説だ。だからこの仕掛けが分かってしまえば、あなるほど、こっから字の文化ってね、あこっから字の文化、あこっから意識だとかね、これは三分子だって、こういちいち意識しない限りはですね、このプロテウスってね読めないんです。だから、1回でプロテウスって絶対分かんないんですよ。1回目は僕のように線を引く。 書き込みをする、そして2回目にそれを理解した上で1回通読してみる、なるほどなーって感じになるんで、3回目にね初めて普通に通読できるみたいなね、えー、この20ページのプロテウスを読むためには、そんなことをしないといけないっていうことがありますね。でちなみにまだ面白いのはです、ね、ここに会話がありますね。何ですかお父さん お父様ってこうやって、リチーとスティーブン、これはディーダラスですね、この意識の流れの人に、モルトを出せってビールですね、お母さんにそう言うな、お母さんはどこだクリシーにお湯を使わせてますよ、パパのちっちゃなベッド友達、愛の塊、いいんですよ、リチーおばさん。おじさんはよせ、え。ー サンカリ1ぐすりなんだ、くそくらいだ。あんなものは力が抜けちまう。ウイスキーだぞ、リチーおさん、本当にもうっていうことで、こう、このね、セアラおばさんとこに行って会話してるんですね。会話してるから会話してるんだなと思って、ここに書き込みしてるけど、実はおばさん家には行ってないってね、これ何の話だよって感じで、これはね、あのおばさん家に行ったとしたら、 こんな会話をするだろうという妄想をしてるんですね。僕は鎧戸を下ろした家の前に立って、えー、ベルを鳴らす。スティーブンですよ、お父様。入れてやれ。スティーブンを入れてやれ。誰か他の人かと思ったものだから、みたいな借金取りが来るのを恐れてるんです、うん、この家で。で、えー、まあ、こうやってさっきの話をするんですけど、ね、あの、実はあ、あれなんですね。 セアラおばさん家には行ってないでそれがどこで、えー、分かるかというとですね、さっきから1ページ、2ページあって、この2ページずっと行って、これセアラおばさん家でいろいろ行ってたりするんですけど、最後にですね、えー、ここにですね、なんか突然。 彼はは立ち止まった。セアラおばさんの家へ行く道は通り過ぎてしまった <laughs> 通り過ぎてたって、ここを読んだときにですね、え、さっきの会話は何だよってね、あ混乱するわけです。でさっきおばさんちでおじさんにビール飲めたら、ウイスキー飲めたら言われてたじゃないかってね、あ、モルトはモルトウイスキーか。あで、そんなことを言われてたのに、彼は立ち止まった。セアラおばさんの家へ行く道は通り過ぎてしまった。 うーんみたいになるから混乱してどうでもよくなるんですけど、あまあ、要は言ってないんですよって <laughs> 言ってないことが分かった上でもう一回読むといいみたいな感じですね。それからあのここの文章もね、一つの特徴なところで世界中の大図書館にアレキサンドリアにも忘れずに写本を送るはずだったもののことを覚えているかい ?2、3000年経ってから英語の時が過ぎてから誰かがそいつを読むはずだったなみたいに書いてますけど、この文章が パッとこうわかるこのアレキサンドリアにも忘れずに写本を送るはずだったっていうのは何のかとかっていうと、ムセイオンっていうねスーパー古代地中海大図書館、唯一無二っていう、えー、のがありました。これは、えー、確かイスラム教徒によって、えー、燃やされてしまう。えー、アレキサンドリアが陥落するときに燃やされてしまうんですね。ここにですね、アイスキュロス、ソフォクレスえなどの、こう 今はね、えー、オイディプス王とか、ちょこっとしか残ってないんですけど、すべてがあったらしいんですね。えー、で、この無声音のアレキサンドリアの無声音にあった、例えばソフォクレス全集によるとですね、例えばシェイクスピアに比して言えば、シェイクスピアの冬物語という作品がある。素晴らしい作品だ。しかし、えー、無声音で失われたシェイクスピアの儀曲の中には、マクベス、リア王、ハムレット、 オ,ーオセロなどなどの四大悲劇と言われているものがあったらしい、えー冬物語、冬物語よりも素晴らしかったらしいという、こんな感じで、えー、素晴らしい古代の書物はすべて、えー、燃やされてしまったとっいうね、そういうアレキサンドリアンにあった無星音、まあ、これはその無聖音のことを世界中の大都市館アレキサンドリアンのことを言っているわけですね、はいえー。だからそういう解説がいちいちないと、一体何を書いているのかがよくわからない。 みたいな感じもあるわけです。はい。さあ、そして、えー、今日はですね、中身なんでちょっとダラダラするんですけど、えー、そうですね。で、ここでですね、また、あー 裸のパリが目覚めかけている、ギラつく日の光がレモン色のまちまちの上にで、なんかね死、死のような感じですよね、えー、かっこいいんです。散弾銃をぶっ放して、やつを粉々に,に吹き飛ばしちまえ、まあ、個人の頭の中を覗いているので、何を言ってもいいということになるわけですね。はいえー、っとそれから、 で、犬をね、犬が蹴飛ばされるかわいそうな話とかもあってですね、犬の吠え声が彼の方に走り寄り、ねえー、立ち止まり、はい、で戻ったとで。僕の敵の犬、僕はただ青ざめて黙り込んで、吠えるに任せて立っていた、みたいなこと。お前はあんなものに憧れるのか、奴らの喝采の声なんぞに、三雑者ども、勝手に生きるがいいや。ブルースの弟スカ、スコットランド王ロバートとか,なんかこうやって猫、ね、う。 アイルランドのこう悲惨なこう歴史のことをね、ちょっとこう書いていたりしますんで、日本人が読んでも何も面白くありませんみたいな感じですね。はい。で、これがですね、えー、これね、また面白い、これは素晴らしい詩だなと思ってるんですけど、 僕のハムレット棒にちらりと流し目をくれる。まあ、女はですね、こう女がなんか突然現れるんですね。塩は月に引かれて西に向かい女を追う。女の体の中には無数の小島を隠した塩が流れている。僕の血とは違う血。ブドウ色の海。これをこう、おいの場ボントンと、これは古代ギリシャ語でしょうかね。えー、ホメロスがあ 女ジシの中で英語界のことを必ずブドウ酒色の海という形容詞で表現するんですね。えー、なので、結構ね、えー、こういう文章の中になさりげなくポメロスの こう表現がたくさん出てくるというのもあります。ブドウ色の海、ブドウ色の暗い海、月の事情を見よ、眠りの中で雷鳥の時を告げ、目覚めよと命じる花嫁の床、出産の床、臨終のろうそくを灯した死の床、すべての生けるものは御身に来たらん、青白き吸血鬼は忍び寄る、雲冠を差し貫くその目、コウモリの穂は海を血のごとく染める、彼女の口の切符に応ずるその口。 でとうとうと三文字を述べていたら、彼女の口の接吻に応ずるその口って言った途端に、おい、こいつを書き留めておけよって、ディーダラスは、あいい、いい文句だって思ってるわけですね。おい、こいつを書き留めておけよって突然、えー、こう思うわけですよ。僕の手帳に。彼女の接吻に応ずる口、ああ、いや、いい表現だな、みたいにね、こんなことこんなふうに突然、さっきも言いましたけど、 突然、ディーダラス君の意識がね、はじ、えー、けてくるわけですね。はい、でえ、本流のような流星群のうなり、玉となって燃えながら、うなりながら、遠くの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 方へ。 えというふうに言ってですね、紙があったぞ、ね、こうやって、えー、歌を歌ってるのに、詩を歌ってるのに、遠くの方へって言ったのに、ここで突然、紙があったぞってね、紙探してたんですね。チェッ、刺すじゃないか、お金だ、使えないってね、DGG さんの学校の先生、校長先生ですかね、給料くれた人です。D、で給料くれた時に、手紙を新聞社に持って行ってくれって言われた。 手紙が入ってたんですね。d g さんの手紙があったっけこれだ、あなたのご行意に感謝し、端っこを破かわせてもらいますよ、DG さんって言って、彼は太陽に背を向けて、平らな岩の上に身をかがみ、橋書きした。ここもね、えー、この分かりにくさの特徴がすべて出てますね、えー。まず詩です。遠くの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 方へ。詩をとうとうと意識の中で歌っていたら、突然、あ、神があったって言ってるんですね。チェック、お金だよみたいなことを言ってですね。 ディー・ジーさん、手紙があるから端っこ破かしてもらいますよって意識の中で言ってたとたんに、ここでいきなり、ですね彼は太陽に背を向けて、平らな岩の上に身をかがめ橋隠したって、ジョイスの、作家 <laughs> ジョイスの小説の字の文が突然ここに挿入されて、図書館の受付から伝票をくせるのを忘れたのは、これで見度目だって、これはまたディー・ダラスの意識に戻ってるんですね。こうやってこう、せめて開業してくれよみたいな感じですけどね。 端っこ破かしてもらいますよ。彼は太陽に背を向けていく平らな岩の上で身をかがめ、走り描きした。図書館の受付から伝票をくすれるのを忘れたのはこれで二度目だ。図書館の受付の伝票にいつも詩を走り描きしていたのかっていう感じですね。はい。そして彼が身をかがめて書き終えたとき、えー、その影は岩を覆っていた。なぜ一番遠い星まで伸びて行かないのだ。星々はこの光の背後に暗く潜んでいる。ここでまた詩が始まってるんですね。陽光の中に輝く暗闇、三角のカシオペア。いくつもの世界。僕はここに座っている。 占い師の隣、子の杖を持って、借り物のサンダルを履いて、昼は誰にも見られず、生色の生り色の海のそばに、墨れ色の夜には怪しい星々の支配のもとに歩き回る、この限りある影え、拒むわけにはいかない人間の姿を僕は投げかけ、また呼び戻すとね、えー、素晴らしい詩を読んでいるわけです。で 突然ですね、白い紙に書かれた記号、誰かがどこかで誰かにフルートの音色のような声で、まあ、そこは、ここはまだ詩ですね。はい。まあ、こんな風に、こう、入り乱れながらですね、えー、行くんですけど、ここの最後のまた分かりにくいところが一個あってですね、まあ、女の人がいるよっていうことで、えー、そう、パンの神の地獄ね、パンの、パンの笛、牧神の昼、え、これはドビッシーの 牧真の午後っていうね、公共詩がありますけど、公共局、まあ公共詩って言いますね、ドビュッシーはね。えー、牧真の午後のことですよね。ご不審のまひる、もじってるんだろうとか思いますけど、樹脂をたっぷり含んだ、まあこういうことも知ってると、ああ、ドビュッシーかみたいな感じ。まあド,ドビュッシーはまたギリシャから来るわけですけど、ね、そんなもろもろあるんですね。そして、知父の滴たる果実の下でっていうのは、これはユダヤの。 カナンの地を指してるんだろうか、父の滴たたる、密と父の滴たたる土地とか言いますよね、えー。そんなことで言います。で、パリで知り合った子だと、こうなんか女モードになっていって、すべてを取るかすべてをしてるか、うん、コックレイクから潮は長い投げ縄をたぐるように満ちてきた、金緑色の砂の干潟を覆い隠し、道溢れ上がった。 ってきた僕のトネリコのこのステッキが流れてしまう、ご潮が満ちてきたんでね、えー、そろそろこの場所から離れないといけないって言ってるのに、えー、待ってみよう、いや大丈夫、低い岩にぶつかってざわめきながら過ぎていく、こいつを早いとこを済ませちまった方がいいや、これはね、えー、どうやら G 行為にふけてて、海岸線で G 行為にふけてるスティーブン・ディーラスって、何をやってるんだよ、朝っぱらかみたいな感じですけどね。で、えーまあ、そんなことで、波と共に来たり、波と共に去る月の営み。 恋人たちを見ることに海、陰闘な人間たちを見ることに相手、己の宮殿に輝くラジオは水の綱を引く。愚かな街道も押しのけながら漂い流れるこれが海の仕業か、褐色の目が塩水の青さに変わるとね、えー、本当にあの素晴らしい詩を書いてるわけです。そして最後にですね、えー、と、あらゆる日々に、 終わりが来る、ね。なんか哲学的なことを書い,書いてる。で、僕のハンカチ。やつは放ったっけ覚えてるぞ。僕は拾わなかったかな。彼の手は虚しくポケットを探った。また作者の言葉が入ってます。いや、拾わなかったんだ。買った方がいいね。作者の言葉が彼の手は虚しくポケットを探ったで。で、もう突然この嫌からあ、ディーダラス。拾わなかったんだ。買った方がいい。彼は花が穴からあ。今度はまた作者の言葉、えー。ジョイス・ディーダラス、ジョイス・ディーダラスみたいな感じだね。 後ろ誰かかいいるかもしれないみたいな感じでもうぐちゃぐちゃになりながら彼は肩越しに振り返って後ろを見た3本マストの半線の高い帆柱が宙に動いている横桁に砲を絞って港の方へ潮に逆らって音もなく動いている静寂の船というふうに最後はですね死、えー、で終わった という感じですね、まあ、これでスティーブン・ディザラスのテーレ・マコスの最初の3つが終わって、えー、ブルームのー主人公の登場の第2部に行くんですけども、まあ、今みたいにですね、あの段落も鍵格好もすべてはなく、えー、作者の字の文と三分子と、三分子を言いながら言っている本人の意識の流れの中に突然あ、手紙出すんだったとかね、そんなのが混ざって、混ざったと思ったら作者の字の文。うん 作者の自動文が出てきたと思ったら、あいや、そうじゃないとか、また本人の言葉、うん、あスティーブンの意識の言葉、えー、こ,これがもう羅列されるんで、わけがわからない。だから、一回読んで整理し、線を引いて、受験参考者のように線を引いた上で整理して、2回目通読する。でそして うん、なるほどなーって、なんとなく分かったところで、3回目を読むと、素晴らしい三分子だな、みたいなね、感じになるのが、あこのプロテウスじゃないかなと思います。あのー、筋も何もないのでね、一、えー、個一個味わうかどうかなんで、まあ、プロテウスはもういいやと思う人はね、プロテウスは飛ばしてもね、別に分かるんですけど、プロテウスの三分子も味わいたいなと思ったら、今私が言ったような感じでやると、味わえるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今、言わなかったですけど、あの、遺体がね、 引き上げられるっってていうシーンもあってそこでね5ヒロの溝に海の中に遺体があるみたいなことを思った瞬間ハムレットじゃないやシェイクスピアの「テンペスト嵐の中のブロスペロー」のセリフだったと思いますけど汝の父は5ヒロの下にいるみたいな。 セリフを思い出して、えー、そして昼から引き上げられるんだ、痛いが、とかなんか言うね、またなんかこういろいろ展開するシーンもあるんですけど、まあ大体プロテストってのはすべてこんな感じで、えー、とっておいしもなく展開していきますから、最初は受験参考書、2回目、えー、なんとか読み込まして、3回目が普通の小説、読書になる。まあそういうことだと思います。はい。では、今回は以上です。長かったと思いますけど、いかがだったでしょうか。はい。それではまたお会いしましょう。 ありがとうございました。